はい、皆さんこんにちは。ドワーフフォートレス続きをねやっていきたいと思います。今は夏のようですね。さあさあ、ねいろんな個室というか倉庫をね今作っていってます。新たな倉庫ができましたね。じゃあこれをまたねストックパイルで指定していきましょうか。いわゆるここだね、 U だね、一番右下の U、 プリペアドフードを入れときゃいいんだよね。こんだけ使いすぎかな、プリペアドフードに。まあいいでしょう。よいしょ。あとは、その他食べ物っていうのを作った方がいいな。のフロアを。その他全部みたいな。よいしょ。ね。幸い。木はね、なんかいっぱいありそうで、なさそうなのかな。なんか溜まってるんだけど。よいしょ。よいしょ。リムーブで、これ邪魔だね。てか全然使われないね。いいか、もういらないこれ。使われず、ね、使われじまいでしたね。よいしょ。はい。で、向こうから食べ物、これいらないよってやらないといけないんだね。これいらないよって。結構大変ですよね。お、持ってた持ってた。樽を持ってきました。あ、もう飲み物の方結構持ってってんだ。ここにある3つの樽はすべて飲み物ってことですね。指定としては。ん？なんか持ってきたな。なんだこれ。おう、ビスケット生で置きましたね。え、バレルないの？まさかの、あ、ベッドじゃない。まさかのバレルなしじゃ、ね、いけないですもんね。バレル。ぷいか。よいしょ、こんぐらい。さあ、食べ物系は、あ、ドリンク6個しかないね。ビスケットは10個ぐらいあるのかな。シードが結構余り出した。植物、フィッシュも多いね。うん。フィッシャリーの方がちゃんと働いてないのかな。あれ、なんかビスケット1個1個置き出したね。なんでだろう。このバレルごと持ってきてほしいんだけど。うん。変わってますね。まあ、いいか。これなんだろう？これ。あ、まだイノシシがいる。これは何？なんか葉っぱのようですね。ドワーフが、お？新しい村人が来ましたよ。1,2,3、あ、子供来た。4、子供。5、子供。6、子供、子沢山。7、子供。8、大人。よいしょ。ということで、これを見ていきましょうか。リードすると、うわ、増えた。うわぁ、これ増えましたね。子供は基本的に何もできないんですよ。ただ、ホーリングだけできるのね。運搬はね。そういうことだね。
まあ、運搬要員として使えますんでってことね。来た方がいるので、これは何順だ？これは。ああ、これね。北順に並べたいな。これだね。これが今までの従来の人々ね。103年に来た人。103年の春に来た人でね。今来た人が8人も来たんだ。まあ、お方子供。これ新人ですね。なので、新人さんは、まずちょっと、関係のない作業なんかもあるので、一旦、白紙にして、こっから頑張っていこう。フィッシングが得意だよっていう人がいたり、いろいろするね。うん。どうしようかな。フィッシング、魚はなんかいっぱいありそうだから、このフィッシングクリーニングはしてもらおうかな。あー迷うな、これ。フィッシングとフィッシングクリーニングできる人にしとこうか。でもずっとフィッシングするんじゃないかな、そしたら。まあいいや。それでいいや。ね。ずっとやっちゃいそう。まあいいか。で、まあ子供は無視すると、あと結局操作できるのは二人なんだよね。で、いろいろな、あ、これ。ブリューイング。お酒作るの得意だからやってもらおうか。で、それ以外だと、プラントプロセッシング。これはいいや。これ多分種を取ったりするって言うんだけど、多分これ必要なんだよね。種っていうか、わかんない。こう、藁を取ったりなんかな。うん、だけどいいや。この人は、今足りない、だからコンストラクターだよね。コンストラクターっていうのは基本みんなやってくれるもんなのかな？カーペントリーなんだろうね。だからカーペントリーお願いしようか。ね。で、合わせてウッドカッティングの機会はあんまりないけど、ウッドカッティングしてもらって。どうかな？うん。漏れはないかな？この人ブルーウィングだけになっちゃうか。だからクッキングもしてもらえばいいんだ。クッキングも。クッキングもしてもらって。ね。じゃあまあそれこそクリーニング。ね。さばいてもらうってことだよね。これでいいか。よし。さあ、8人がね、無事来ましたね。ってことは？ベッド足りないよね。1,2,3,4,5,6,7,8 椅子が8個しかないし、ベッドも2,4,6,7個しかないし、あと8個ベッドキンキンで作りましょう。バレルそんないらないや。だけどベッド必要だね。よいしょ。今作れるだけ作ったって感じ。で、ここをミーティングポイントにしよう。なんかこれはちゃめちゃになっちゃったな。これ一回これ仕切り直そう。よいしょ。ね。で、ゾーニング。さあ、牛さんとかね、のゾーニングはどうしますかって。あんまり遠くにやるの嫌なんで。ここにひとまずね、
ペン、ポスチャーですね。ペンとパスチャーね、放牧しとくという感じですかね。で、誰放牧しますかって、あなたとあなた、まあ、ブルですよね。これで大丈夫かな。うん。でもってね、ミーティングポイントだ。どっかね、ミーティングポイント設定しちゃってたんじゃなかったっけ？ここだ。ここ一旦削ろう。ここミーティングポイントはね、しないで、ここをミーティングポイントにしたい。ここ。要は食堂。ね。これがミーティング一応エリアですと。これでいいのかな？で、なおかつ、これダイニング。ルームだよっていう認識をね、これさせるんですね、こうやって。よいしょ。そうだよって、こう。これ椅子は椅子置いとけばいいか。これで多分ね、皆さん、ほら、ここに子供たちとかはね、暇になれば集まる感じだと思いますね。なんか持ってるね、この子供。よいしょ。持ってんのかな？何かピカピカしてるね。うん。なんだろうね。ちなみにこの画面が、この子供のね、ことが書いてあるんですね。雨が降っちゃって本当にイライラするみたいなことをこの子ね、女の子ですけど、言ってますね。彼女はね、体が弱いんだね。まあ、なんかいろいろ書いてある。ちょっと読んでいくとね、キリがなさそうだ。一回。ちなみにね、ボアがね、ファイティングしてたよ。大丈夫かな？我々にかな？どうかな？さあ、どんどんやってください。なんか、いろんなものが。バレルに入れなくて溢れてんでしょうね、これ。うん。さあ、バレルを持ってたよ。これ、ワークショップ足りないんじゃない？ああ、ゴミが出た。フィッシャリーからゴミが出てるね、いっぱい。このゴミ、いずれ腐んのかな？どうなるんだろう。ね。うん。ちょっと考えなきゃいけないね。残骸みたいなやつ。ちょっとワークショップ足りないと思いますので、ワークショップを作りますか。カーペントリーね。ワークショップじゃない。ごめん。カーペントリー。ってなかったっけ？あ、ワークショップのカーペントリーだね。カーペンターズワークショップか。全然ダメだね。これ2個作っとこう。よいしょ。で、ちょっとチョップツリーしとこうかな。なんか、足りない気がしてならない。よいしょ。こんぐらい？おー、バレルに入れた。すっきりした。よかった。あ、ベッド。お、ドアも。ドア、やりたかったんだよね。よいしょっと。あれ？ここドアないね。あれ？ここドア？あ、
開けた瞬間だったのか。で、フロアはね、そろそろ、ないかもしれないな。やっぱりないっぽいね。あってこんぐらいみたいな感じだね。よし、木を切った。みんな木を持ってった。子供たちも持ってってほしいな。あ、子供たち。うん、全員そこにいんのか。お腹空かない？大丈夫？危険じゃない？そろそろなんか柵とか作った方がいいかな？うん。ここ行き来できんのかな？この本当に細い一マスの道で。ダメかな？なんか一人しか入ってない気がする。よいしょ。で、あれ？チェアね。作って、ベッド作って、こんな感じでいいかな。で、二人でやって、二人体制で、やってね。やっぱり気持ち、人数が増えたんで、早いかも。よいしょ。ね、こういう感じかな。フロアで、こうか。よいしょ。さあ、食べ物系は、ドリンクが足りないね。うん。なぜかって何も作ってないよね。プラントから。食べ物も。ファインミール。ね。簡単なミールじゃなくて、普通の食事を作ってみましょう。おぉ？エクスペディションリーダーになった。エイソブさんがね、ここのリーダーになりましたね。人間関係の結果、多分リーダーになったんでしょうね、エイソブさん。こうやってね、いろいろ役割を決めていくっていうのも重要なんですね。自動的に決まるものもあれば、決まらないものもあるってことですね。はい、今回はね、ここまでにしたいと思います。住民も増えてね、まあ子供ばっかになっちゃったけどね、まあ子供たち守んなきゃいけないから、いろいろね、この後も、この村づくりをしていければなと思います。もしこの続きが見たいっていう方いらっしゃったら、いいねをお願いいたします。またね、チャンネル登録もぜひぜひお願いします。それでは。